はい、皆さん、お疲れ様です小川太平の事件考察室本日、撮影収録日は2023年7月30日日曜日になりますこの件に関してはですね31日月曜日にも配信をしておりますが今日はねそれに続いての配信になります。よろししくお願いしますすタイトルはですね 原官房副長官関連ということで今日ね、えー、5回目の配信になります今日はですねその中でも皆さんが非常に関心が高い、えー、関心が強いんじゃないかと思うですね再捜査の可能性はということについてねお話をさせていただきたいと思っております事件はね2006年に最初起きてですねその関連で12年後に 家宅捜索が行われたということですねこの家宅捜索が行われたんですが、えー、と皆さんの中には、ですね再捜査は非常に短期間で終わってるじゃないか、家宅捜索が10月で12月に終わってる、1ヶ月半で捜査が終わったんじゃないかなんてね、言ってる方がいるんですが、実はそうではありません、これ、2018年はですね3月の終わりか4月から、半年以上かけて内定捜査等をね、 し、えー、また、宮崎の刑務所に捜査等を行ってですね、えー、半年以上かけて、えー、2018年の10月に家宅捜索をする要は裁判所から捜索差し押さえ許可状令状を取ってですね、えー、家宅捜索をするその後事情聴取等をしたんですが12月に、えー、縮小、まあ、自然消滅のような形で終わってしまったとで終わり方が非常に不自然だ。 という、ねえー、ことを先日の会見で、えー、佐藤さん捜査一家の、えー、取り調べ官おっしゃってましたけどそういった事情があります、えー、今回私が言っている再捜査っていうのはまあ電気上再捜査って言ってますが実際はですね再々捜査になりますこの再々捜査の可能性はどうなんだということですね、えー、先週28日金曜日7月の28日金曜日にですね 元警視庁捜査一課のね、殺一の取調べ官である佐藤さんがですね、会見をされました、そのね、会見を受けたのだと思うんですが、同日、28日にですね、このように捜査一課長、現役のね、今の捜査一課長のコメントがね、入っております、2006年に東京都文京区で、えー、死亡した男性、当時28歳、まあ安田さんのことだと思います、の捜査をめぐり、警視庁捜査、 1> 第1課の一課長は28日、証拠上、事件性は認められず、死因は、えー、自殺と考えて矛盾はないとコメントした、記事によるとね、えー、男性と当時結婚していた女性は現在、木原誠二官房副長官の妻、この日、えー、木原氏の妻から事情聴取した捜査、えー、一家の元捜査員が、 東京都内で記者会見し事件性はあったと思うなどと述べたことを受けて見解を示したと、えー、警視庁大塚署は2006年当時の捜査で男性の死亡は自殺と考えて矛盾はないと判断その後に事件との情報があり2018年に再捜査が行われた「週刊文春」は今月になって男性の死亡に不審な点があり 木原氏の妻が任意の事情聴取を受けたなどと報じた元捜査員は再捜査時にえ木原氏の妻の聴取を担当し28日に文芸え春秋社の関連施設で会見した会見では自殺と認定した証拠がないなどと述べた一方で関係者の逮捕状を請求できたかについては否定的な 見方を示した捜査に関し、木ラ氏からの政治的圧力があったとの発言はなかった。捜査第一課長はコメントで、元捜査員の会見での説明について、関係者のプライバシーにわたる内容などが明らかにされ、遺憾に思うとも指摘した、えー。週刊文春の報道をめぐっては、警察庁の、警察庁長官ね、長官も13日の会見で、 警視庁において、証拠上、事件性が認められない旨を明らかにしていると述べたというふうにね記事が書かれております13日ですね、警察庁長官のねコメント。 うん、まあ事件性はないというふうに警察庁長官、現職の警察庁長官が言ってるんだから再捜査はかなり厳しいんじゃないですかともですね佐藤さんはおっしゃってましたまあそう聞かれればそう答えるでしょう、それが一般的な答えだと思います、ただ佐藤さんの腹はわかりませんよ。わかりませんけどもそういうふういふに ままあ答えていいたととうことです、まあ、今回ね、いろんな人物が出ています、取り調べ官はもちろんですけれども、えー、まあ価値の人物、清原誠司官房副長官、当然名前が出ております、あと、えー、官房副長官の奥様、X 子さんですね、この X 子さんと、まあ、先ほどの記事もありましたけれども、元夫婦である安田種男さん、まあ亡くなられた方ですね、安田種男さんも出てきておりますね。 であとは、戦争の前に会見をされた安田さんの父親、安田舘雄さんのお父様、あと安田舘雄さんのご兄弟の方もね、えー、いますね、あと、エックス子さん、ね、木原官房副長官のお奥様のお父さんあ、元警察官じゃないかというね。 えお父様あとはね、えー、と警察署長あと捜査第一課長警察庁長官警視総監あとここに二階さんという名前を書かせていただきましたこの二階さんというのは28日の会見で取調べ官だった佐藤さんが任意の事情聴取を X 子参加する時になかなか協力してもらえなかったんですけども二階さんの口添えがあって事情聴取を応じてくれた、えー、それについては非常に感謝しているといったようなね、えー、ことをね えまあ話ししておりました今の話にもありましたように警察庁長官がそういうコメントをしている適正に捜査を行われたというねあとこの28日の会見を受けて捜査第1課長が現場を知っている佐藤さんとは全く反対な実際なんだと処理している。 とということですねあと警察署長、まあそういう有力な情報が寄せられ、今の署長じゃないです2018年当時の、ね、署長が、多分んゴーサインを出したんでしょう、えー、それで着手しておかしいなということで、そこから捜査一課に行き、警視庁、ね、に行き、まあ、あと刑事部長とも言いますけどね、こういう捜査になってきたということなんです。でですが今の段階今のの段段階階警察側は 警察庁長官と捜査第一課長がああいったコメントを出している以上再捜査の可能性は非常に難しいと思いますまた2018年当時ねどういった事情で捜査が縮小されたのか、うん、知りきれになってしまったのかそこはね明確には分かっておりません家宅捜索をやって何も出なかったから終わったという可能性もね否定はできませんがちょっと皆さん冷静に考えてみてください 2006年の関係で2018年に家宅捜索をして何か出てくると思いますか出てくる可能性非常に低いですその2006年当時のことですよしかも家宅捜索したところが木原官房副長官の奥様の自宅あと父親名古屋のねそんなところに置くほど間抜けじゃないですよね仮にそうだとしてもですよそれを承知の上で警視庁捜査一課特命対策室の捜査員は ガサをやっておりますだ当然ガサをやることによってプレッシャーも与えられるし事情聴取もできるその辺から何か切り,切り崩していこうというふうに踏んだんだと思いますよしさあこれからやるぞっていう時に、えー、どういった事情か分かりませんけども縮小していったちょっとおかしいですねよしこれからって掛け声がかかったところでそうなってしまったといったようなことがあるんです、えー、しかも事情聴取では二階さんね自民党の重鎮が 力になってくれたっていうんですけども、じゃあ、再捜査の可能性は、もちろんご遺族が告訴するという道もね、あるとは思いますが、それをそう簡単に受けてくれると思いませんし、なかなか難しい、それでね、えー、起訴にならなくても、検察審査会でっていうこともあるんですけども、まあ、そこに到達するまでどうなのかなというふうに思いますえ。これはね、ここからは私の勝手な推測、考察になります。 ケア政治官官房副長官私、政治のことはあまり詳しくありませんが、次期ね、組閣で、まあ、大臣になるんじゃないかとか、将来の総理候補だとか、えー、あとは現総理大臣、岸田総理の直近中の直近だとか、えー、いろいろ言われていますが、今回のことでもう非常にグレーになってしまいましたよね、まあ、変な話、日もさっちもいかない状態ではないかなと、国民にとってみたらね。 あの人どうなのっていう考えの方が多いですから大臣どころか次回の選挙でもどうなのかまあ私は選挙のことがこと分かりませんから何とも言えませんけどもそれはどうなのかなっていうふうにね思ったりもしていますだから非常にね辛い立場だろうと思いますあの木原政治官房副長官は政治生命すら危ういのではないかな っていう感じもします、えー、ますあこの2006年に関してはね、木原政治官房副長がは何も関係ないんですよ、それでもね、いや、今非常にグレーですよ、しかも奥様は、元のね、ご主人がそういう、えー、亡くなり方をしている、木原政治官房副長官が将来、総理候補、総理にでもなれば、ファーストレディーですよ、ファーストレディー候補だったわけですね、奥様も超グレーですよね。 当然、ね、ネットにこれからも、ね、出てくるでしょう、奥様の写真とか、まあ、美人の方だということは聞いてますけども、そうしたら、この奥様もあまり世に出れませんよね、いろんな人からなんか言われるんじゃないかなというのがあります、もちろん官房副長官もそうです、だずっとグレーのまま、ね、まだお若いのに。となると、これね、再捜査はしませんとは言ってませんけども。 今ので間違いないですよって言っている警察側の一課長、警察庁、長官の通りいくと、ずっとグレーのままなんですよ、これ。だったら、ちゃんと白黒つけた方が、逆にいいんじゃないのかなと、私は思ったりもします、先ほど、捜査一課長のコメント、28日ですよ、28日金曜日の元警視庁捜査一課、殺一の調べ官が発した事件性があると思う。 そんなもの現場に行った刑事なら誰でもわかる、あそこまで自信たっぷりに佐藤さんがおっしゃってるのを完全否定してるわけですよ、だけど捜査一課長、当時現場行かれてないと思うんですよね、うん、再捜査にも参加してないと思うんですよ、どういう報告を聞いてるのか分かりませんけども、じゃあもし当時、捜査一課、殺一にいた佐藤さんから報告聞いたらどうなのかなと思いますけどもね、一度お会いして、ちゃんと聞いてみたらいかがですか。 その時どうだったんだどんな感触があったんだよっていうのをねまあ退職した人から聞いちゃいけないなんていう決まりないので聞いてみたらねまた考えも変わるんじゃないかなと思いますけどもまあそこはねえまあいいとしてまあ結果的にそういうグレーのまま終わるというのはどうなのということで前回話しましたけども佐藤さんもおっしゃってましたが二階さんのお力で 事情聴取を、えー、することができた、事情聴取を受けてもらえたっていうんですね、ただ、この打ち切りは、誰が圧をかけたか分かりません、あのご主人なのか、二階さんなんか、まあ、誰でもないのかね、それは分かりませんけども、そういう方がね、出てくると、事情聴取も受けてくれるんですねと、任意でいやいやって言ったものが、こういう方を通すとやってくれるんですか。 だったら、木原官房副長官も奥様も何もないならですよ、何もないなら再捜査受けるべき、で再捜査してって言っても、この当人たちが再捜査は必要ないとは言ってませんけども、再捜査必要ないようなコメントしてますよね、だったら、ここでもまた逆に政治力を使ってですよ、岸田総理なのか、えー、二階さんなのか分かりませんけども、いや、これ、白黒はっきりつけろちゃんともう一回捜査したらどうだ。 っって言って言、ねまあ、これで分かりませんけども二階さんが今の警察庁長官警視総監をしているかどうか分かりませんけども二階さんとか岸田さんあたりになるとね、えー、もう以前の警察庁長官の OB 警察庁長官の OB っていっぱいいるわけじゃないんですよ、10年で10人もいませんからね、えー、そのの警察庁の長官等でね。 まあ、あ,のある企業等はね、警察庁の長官を役員にしてるような企業もありますけども、そういった元警察庁の長官で、今の警察庁長官とか、警視総監等に口が利ける人がいればね。 そういう話を通してもらえば、再再捜査する大義名分あると思うんですよ、こんなうやむやにしてておかしいじゃないかと、だったらちゃんともう一回やれよということになれば、これを有権者は、誰もこれをおかしいという人はいないと思います、警察のお金は税金ですけども、いや、こんなままだとうやむやで終わらせたくない、じゃあ、ちゃんと再再捜査やってくださいよっていう方のほうがね、こうアンケートを取れば絶対多いんじゃないかなと思います、どういうふうに出るか分かりませんけどもね、あの結果は、捜査の結果は。 だったら本人たちのためにも X 子さんの父親だっておかしいんじゃないかとかって言われてますよね X 子さんもおかしいんじゃないかとかね木原、うん、官房副長官はね圧力かけたんじゃないかっていろんなこと言われてますよねだったら再々捜査をし2006年4月の文京区で起きた事件はね実際はどうだったんだということをもう一度やるべきじゃないかなとただ残念ながらそこにね佐藤さんがもう一回加わることは もう退職されてますから、できないんですけども、こういう方に忖度するだけじゃなくて、捜査員え、きちんとやってくれるんじゃないかなというふうに思っているので、そこはね、やっぱり再々捜査に向けて動くことも必要なのかなと、え政治でもし止められたなら、逆に政治力をくっつかって再捜査する可能性もあるんじゃないかなと。 いいうふうふに思いま,すまあこれにはですねテレビ等が報道今のところしていません日曜日現在はねメディアといえば「週刊文春」が使ってますけどもただ新聞等はこういう会見がありましたよって言ったようなことだけはやりました、えー、あとこの会見を受けて捜査一課長がこういうコメントを出しましたというのは記事にしてますまあそれでもねちょっとだけ前進したかなというぐらいですけども今後ね このことがあまり出ないとそれこそ風化してあれどうなったのっていうね時期になるでまたこういう事件をやってるとまた他の事件が出てくる、まあ、これまでもそうですよねそうするとだん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 こういった騒いでたものが埋もれていく。 こととになななりかねないなと思い思ます、まあ、そういった意味でも私の方はね、えー、時間がある限り、まあ、取材等ができれば取材をして、えー、前回月曜日にも話してましたけどもね、えー、佐藤さんの方もね、まあ、文春の記事が落ち着いたりとかしてお時間があればね、ご連絡をしていただいてね、ちょっとだけでもいいんでお話を聞かせていただければありがたいなというふうに思っております。本日は以上になります。ありがとうございました。 小川た平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします